だ出てくるのか。このままじゃキリがない。下がれ、調子は。権限する。待って、兄さん。ダメだ、クリスタル神殿はまだ先。ここで兄さんの力を使わせるわけにはいかない。じゃあどうしろって。間に合ってよかった。どうしてここが。ガブよ、ドレイクスパインへ向かうには必ず王都から天空橋を渡る。だからあなたたちの火星に行くならここに乗り込むべきだって。それにあの方も。まさか来てくれるなんて。約束を果たしに来た、ディオン・ドゥ・サージュ。助力に感謝する。では気候がイフリートか。ロズフィールド卿から伝言がある。最後まで自分を信じて戦え。兄上もきっとそうした。伝えたぞ。確かに。ありがとう、ルサージュ卿。ディオンでいい。おいおい、一仕事終えたって顔してるけど、まだ戦いはこれからなんだぜ。感動の再会はそれくらいにしとけよ。ああ、分かってる。必ず破壊する。あんたを見送るのもこれが最後かな。無茶はするなって言いたいけど無駄だろうね。売り物いろいろ揃えておいたよ。ばあさんにどやされるから金はもらうけど。助かるよ、グズ。後悔をしないよう支度はしっかりとね。商品を見ていくの？他に欲しいものはある？あ、はい、どうぞ。他に欲しいものはある？グッズハンマーへようこそ。家事はもういいんだね。毎度あり。はい、どうぞ。他に欲しいものはある？お店はもういいんだね。他にご用件は？気をつけてね。みんなが来てくれて助かったね。なんて心強いんだろう。さあ兄さん、僕たちもやるべきことを。クリスタル神殿へ向かおう。
行こう。最後のマザークリスタルを破壊する。もうアルテマの好きになんてさせない。全てを終わらせるんだ。ドレイクスパイン、クリスタル神殿はこの先だ。覚悟はできてるか、みんな。カシアどもがゾロゾロと。この場を任せろ。あなたたちはマザークリスタルを思う存分やってこい。みんな、ジョシュア、ジョシュア、起きろ。兄さんなのか。ここはどこなんだ。ここは人のカゴ。何じゃ、罪深き人を有する次元の狭間。アルテマ！ミュトスよ、そしてフェニックスよ。ここに何じゃ火の粉が揃うのもまた定め。何じゃはその身に刻まねばならぬ人の犯した罪の深さを。閉じ込められたようだね。だったら奴を倒して脱出するだけだ。決着をつけてやる。世界を大いなる繁栄に導いた。
代償もまた大きかった。世界は黒という抗えぬ脅威に蝕まれていったのだ。黒は大地を染め、すべての生命を滅びへと誘った。それは我とて例外ではない。生き延びるため、黒の脅威から逃れるほかなかった。まさか、魔法も黒の一体も、アルテムが発端だと。どうやら進めってことらしい。我はミュトスという果実がなるのを
待ち、時が来るまで眠りについた。だが我が眠ったことで人は我とのつながりを失った。人はそれを主に見捨てられたと錯誤し、導きを求めて名もした。そして罪を犯したのだ。自分自身を主とした自我を作るという大罪をな。己を維持するがために、故に人の持つ自我は際限のない欲にまみれている。己の充足と優越感を欲した結果、ついには人の手によってこのバリスデアに苦労を生じさせた。これもまた人の罪に他ならない。人が自我を持ち、バリスゼアに黒の一体を生んだのが罪と。人の罪、それが奴と何が違う。アルテマ貴様は、貴様だって生きるためにそこから逃れたんじゃないのか。人も同じ、生きるために自我を持ったんだ。お互い望みは同じだったのに、手を取ろうとは考えなかったのか。我が人となぜだ。宿命に何を求めるというのか。汝の言は理解に苦しむ。汝が生まれた以上、人はもうその役目を終えたのだ。残す必要もあるまい。創生をもって人は滅す。どういう意味だ。我に背き罪を犯す人など、まことあるべき世界には無用なもの。この世界は我がもの。そこにあるものをどうしようが我の自由ということだ。ここは俺たちの世界だ。
勝手なことをさせるか！何？我は世界の断り。その力を制するは容易。兄さん。俺たちならやれる。ああ、そうさ。自我を持つゆえにあだなすか。心得る。誠の主を覆すことなどありはせぬ。汚れていても、ここは俺たちが生きてきた世界だ。俺たちと貴様とどちらかしか残れないのなら、貴様が消えろ。この手で世界を黒から救う。自分たちの意志で生きていくために、もうお前の好きにはさせない。ここで終わりだ。罪深き人よ、廃棄せよ。
け。ホルガン、違う、分かった、遅い、ホルガン、違う、そこか、うん、ヒンダーマン、これだ。
か。Yeah.